皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加速と申します。NHK スペシャル、追跡ルフィ事件、匿名流動型犯罪の衝撃ということで、今年ですね、フィリピンの収容所にいる人たちが、ルフィというですね、その名前を使ってですね、いろいろその犯罪、強盗のですね、指示をしていたという、それで逮捕されたという、衝撃な事件がありましたが、これについてのドキュメンタリーということで、特集番組ということで、非常に、我々にとって他人事じゃないぞというところもあるので、ぜひですね、この解説の番組聞いていただきたいと思いますけれども、匿名流動型犯罪ということで、今までの犯罪というのは、例えばヤクザとか暴力団とかがですね、そのピラミッド型にトップがいて、中堅がいて、組織として犯罪を行う。なので、一人下っ端が捕まっても、もうその組織を一網打尽にできるということができたわけですけれども、今は匿名で流動型ということで、実行犯はネットで闇バイト募集して集められる。つまり接点がない。誰だかわからない人がこの事件の現場で初めて会いましたみたいな。だからこの人たちをたどっておくんで、しかもその指示役というのも、その何個にも階層が分かれていて、しかもそのメッセージは、消えてしまう。サーバーにも残らないし、消えてしまう、テレグラムのようなですね、メッセンジャーアプリを使っていると。なので、メッセージが消えてしまう。サーバーにも残っていないんで、その警察はその特殊な復元ソフトを使ってですね、一部復元すればその上の人がたどれるんですけれども、ただやっぱりその復元には限界があって、結局指示役も何個も階層になっていると、結局一番上にたどり着けないということで、なので、組織じゃなくて、もうその辺の人をかき集めてやらせて、でも一番上は分からないというですね、非常に特殊な犯罪形態になって、警察は困っているという感じです。で、その中で、その消えたメッセージを復元する中でですね、どうも一番の司令塔がなんとフィリピンの収容所から出されているらしいということが分かって、この特殊詐欺グループであったルフィグループが逮捕になったんですけれども、今回のところの面白いのはですね、このルフィグループを助けた JP ドラゴンという存在があるんだというところまで、特集しているところですね。詳しくは番組見ていただければと思うんですけれども、要はルフィグループというのはその特殊詐欺をやっていて、要はフィリピンの収容所に捕まっちゃったわけです。そんな時にその JP ドラゴンという別のグループがですね、お前ら助けてやるから俺らの言うことを聞けと言ってリストを渡して、その強盗とか日本での強盗とかをさせていたということで、別のグループの存在があるというのが非常にこの番組の内容の肝なのかなというところです。で、こうしたですね、問題、指示役がどんどん海外に行ってしまうので捜査が難しい。しかも実行犯は寄せ集めで闇バイトで使い捨てなので捜査が難しいと。で、しかも闇バイトはですね、一度入ると、もう脅されて、もしもう命令に逆らうんだったら、もうなんかもうとんでもない目に遭わせるぞみたいなことを言われちゃって、もう逃れられないという状況になっているということです。で、この教訓、これ全然関係のない問題じゃないんですよ。私たちの問題なんですよということで、まず一つ目は自分たちが被害者になってしまうかもしれないということです。結構この番組でその特集されてましたけれども、お店が狙われる、お店には現金とかね、高い商品を扱っているようなところは、お店が平気で狙われる。それから高齢者宅が狙われるということで、皆さんのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんが狙われてしまうかもしれない。しかも金を金品を強奪するだけじゃなくて、この闇バイトたちはもう適当に集められた人で何の倫理観もないですから、もうその金品を奪うためだったらもう平気で殺したり平気で怪我をさせるということをやっているということで、これ私たちの問題ですよ。自分のお店とか知人のお店とか、もしくは高齢者とか自分のおじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さんが狙われてしまうかもしれないという非常に深刻な問題ですよと、なんか遠くの出来事じゃないですよということです。それからもう一つ私たちの問題の2番目は、加害者になってしまうかもしれないということで、
例えば自分の子供世代、まあ、10代とかが、お金稼ぎたい、なんか楽して稼ぎたい、軽い気持ちでそのネットの闇バイトと知らずに、なんか簡単に稼げるみたいなところに応募してしまって、で、結果、まあね、根こそぎ個人情報を取られた挙句、いや、もう逆らうんだったら、お前何するかわかんねえぞみたいなことを言われたら、もう逆らえないわけじゃないですか。それで子供が闇バイトをしてしまって、加害者になってしまうという可能性もあるので、皆さん、お子さんがいる方はですね、こういうものに引っかからないように、まあ、そもそも親が楽して稼ぐっていうことに引っかかっちゃってるから、子供を楽して稼ぐみたいなのに引っかかっちゃうんでしょうけれども、まあ、特にね、子供の場合は、やっぱり、お小遣いがないとか、でも欲しいものはいっぱいある、お金稼ぎたい、楽して、ネットでこんないいバイトあるみたいなことになりかねない。で、しかもそういうものにはまってしまったときに、誰にも相談できず、結局、実行犯になって人を殺してしまうようなことをしてしまう可能性もあるので、これ、ルフィ事件というのは、遠い誰かの問題ではなくて、私たちの子供とか親とかにも被害が及ぶ可能性があるんですよということをぜひですね、皆さん考えていただきたいなと思います。というわけで、この NHK スペシャル追跡ルフィ事件、匿名流動型犯罪の衝撃ということで、実行犯が自分たちでやるわけじゃないから、もうとんでもない事件になってしまって、私たちが被害者になってしまうかもしれないし、そういうネットでの安易な言葉で、子供が加害者になってしまうリスクということで、これ本当にもうこのその指示しただけだと、やっぱり今の日本の法律だと大したね、刑罰にならないと思うんですけど、結局指示役のせいで何人もの方が殺されたりとか、怪我をさせられたりとか、金品を奪われてるんですから、もうこういう一番の指示役は死刑みたいな、もう即刻死刑みたいなことにしない限りですね、もう結局、また何年かしたら、出所して、ね、刑務所から出て、また同じような犯罪を繰り返すということにもなりかねないんじゃないかなということで、ぜひですね、皆さん、マネーリテラシー、ネットリテラシーを見つけて、まあ、高齢者宅、自分の親がなんかね、警察のふりした電話に個人情報とか資産状況をベラベラ喋らないとか、子供が楽して稼げるみたいなネットのところに飛びつかないということを、ぜひですね、考えていただきたいなと思います。